ああ。FEC チューンド。FEC 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 チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお石様ラジオということでですね、はい、今日ついに復活しました。どうぞ。どうもゼレンスキー大統領です。なんだよ言わんばよ自分で大統領は大統領ですってご指定訂正いたします。訂正しれすぐ、はい、金ピラごぼうタイガです。はい、タイガです。すいません、はい、ありがとうございます。何してたんですか。あ、コロナ、コロナにかかりましたコロナにかかってましたがバリバリの陽性だったな。はい、しっかりね、休養して、休養して開けて、え、昨日開けたのか。昨日はい、もう大丈夫ですよっていうことで、はい、今日から、はい、はい、あ、なんかその先週の土曜日にはそのお笑い劇場もあって、はいはい、あったんですけども、うん、まあだからちょっとそこではなんか何ちょっと体調不良で、うん、なんか休みましたみたいなことを。そう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 、うん、でコロナですねいや、まあまあ察するけどね、お客さんもこの時期にちょっと体調不良でって思って、ただ俺は一個だけ、一個だけというか別に俺体調だから、その僕アトピーを持ってるんで、はい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 、でたまにそのまあ、シンプルに体調崩すときあるもんね。体調、そうそう、アトピーがもう、うん、こう免疫がゼロになって、はいはい、いきなりこの、バッて発疹が出ることもあるんだけど、ただ、うん、親が言うには多分それもあるのかなって言ってました。あ、その、免疫が下がってて、はいはいはい、4月の頭には一回こう、またその、何、帯状疱疹っていうのが、うん、それが、ね、そうそう、水ぶくれみたいな痒いのがいっぱいで、うん、まあ、もともとね、肌が弱いんで、そういうのもあるんですけど、はいはい、免疫がないんですよ。だから僕だ体になんかユーラシア大陸2つできてるって。いや、そうそう、もう今あざもう治ってるんですけど、うん、痒くないんですけど、こっちにほら腰あたりにこれ、本当だ、これ僕がちょっとこれちょっとなんかナスカの地上絵みたいになってない。取ってるじゃないんですけど、そうそうそうこれ全部この黒く、うん、肌の皮膚の色が違うんですけど、はい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 、これあんま見せない方がいいか、みんなビビるか、これみんな笑ってな。あ、そうそう、太ってるからさ、それもあるんだけど、うん、そうそう、こっち全部だから、このゴムが当たるところ、あ、腰の自分のパンツとかが、その、はいはい、が当たるところが、うん、こう擦れたり、蒸れたりして、はいはい、こう結構、このガッとかゆみがね、はいはい、増しちゃったりすることもあるんですけど、ちんちんもかゆいんですかって来てますよ。あ、ちんちんも出ることもある、全然。あ、そうなんだ、きついな。そう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 。まじで。蒸れるから、だから。うん、だ俺 VIO とかやっぱ脱毛処理した方がいいかも、うん、あ、もう汗がダメだから。多分だけど、うん、脱毛できないと思うよ、肌弱いからな。そんな肌弱かったら確かに最悪なんだよな、うん、だからね、もう皆さんには、はいはい、もう本当にたくさん、サポートしてもらって、はいはいはい、いろんなところでちょっと迷惑かけましたが、いえいえ、でも劇場も一人で森光さんネタをね、あ、そうですね、ピンネタをやりました。この舞台演出してるわさびの翔平さん、うん、先輩ゆうに今日久々に会ったんですけど、うん、まあ、その僕のコロナの話しながら、はいはいはい、森光、バカみたいに受けてたよって言って、いや、バカみたいには受けてなかったけど、うん、でもあれもうね、うん、もう直接翔平さんにもクレーム入れたんだけど、うん、その日の MC がわさびだったわけ。あ、どういうこと、そのライブの中で、お笑い劇場の MC がわさびで、お客さんが決めるやつ、お客さんが、あ、MC、ごめんごめん、MVP とか違う、すいません、ごめんなさい、 MC がわさびだったわけ、はいはい、で、翔平さんがこう進行してて、はい、で、はい、まあ、演者は出ずに、はい、わさびのみで2人だけ舞台で MC オープニングやってて、はいはい、でその時に、まあ、今日、組数も結構体調不良者も
多くて、はい、まあまあ大事を取ってみたいな、まあ、もうほぼコロナですけどね。いや、コロナっていうか、まあ大事を取ってみたいな人もいるけど、はい、で、あ、そうだね、そうだね。そうそうそう。それで、お休みが多くて、結局9組しかネタがいなかったのかな。うん。で、9か10ぐらいって言ってたね。うん。で、まあ、急遽当日来れない人とかもいて、はい、で多分9組になったの、はい、でそれでなんかまあいろいろあり、あ、ちょっと組数少なくなりましたが盛り上げていきますよって、今日なんとみたいな、はい、なんか目玉ですみたいな感じの言い方で、はい、なんときんぴらごぼう森光がピンネタを披露しますみたいな、うわーみたいな、こう、うん、だ会場が揺れたって言ってた、揺れるかで、それで、うん、なんかいやちょっと嫌だなと思って、ハードル上げてほしくないじゃん、芸人としては。フリ本当に芸人ですかって。まあね、だから普段コンビでやってる方割が一人でやると、やっぱちょっとどうなんだろうっていうワクワクはね、まあまあ少なからずハードルは上がっちゃうわな。そうそうそう、うん、あるから、まあまあ急遽ギリギリでネタやってたけど大丈夫かなみたいな振りにしてほしかったけど、うん、はい、なんときんぴらごぼう森光がピンネタをやりますって言って、あの太い声で太い声でやりますって言って、翔平さんね、こうずぶとい声だからね、その後通る声で、そうそう、その後、まあ、ちょろちょろと他のことも言って、うん、本当にね、今日はあのお客さんも楽しみにすごいして、ま、してると思いますけどあのお客さんだけじゃなく芸人みんなも楽しみにしてますからってめちゃくちゃハードル上げるわけ。違う、これは翔平さんなりに、うんうん、もうあの人数も少なくなってて、いやいや、分かるんだけど、うん、だどうにか、うん、どうにか盛り上げたいっていう、あ、うん、お二人もありがとうございます、今後とあの冷蔵庫にあのカフェラテあるんで、よかったら1本ずつ持って帰ってください。いや、マジでマジでマジで、あの木曜やってるひふみさんから、はいはい、あのがいつも牛乳屋さんやってるんですけど、はいはい、僕毎週お願いしてるわけ、こっちで受け取るからって言って、うん、FM ギノワの冷蔵庫に入れてください、うん、そしたら今日冷蔵庫パッて開けたら、はい、あのいつもこのこれいくらか450ミリ、473ミリ、はいはい、ちっちゃい牛乳パックの牛乳と、うんうん、ノーマルの EM 牛乳と、はい、その牛乳使ったコーヒーカフェのちっちゃいやつ、こう1個ずつ注文してるんだけど、うん、今日5個これが入ってたっけ。え、5個、うん、牛乳なしのよ、うん、で怖ってなって、うん、どういうことだろうと思って今日さっき LINE 見たら、うん、ちょっと牛乳が完売してしまって、はいはい、でカフェラテがあの死ぬほど余ってるから、うん、料金は通常でいいけど、うん、なんかもらってって言われて、だから今日皆さん優しい、ね、1本ずつ、うん、あ、本当に本当に、でいつもねヤクルトもいただいてますから、ね、あ、そうですよ、そうですよ、ありがとうございます。返しきれないぐらいなんで、ぜひ持って帰ってください、はい、でよかったら今後どっかでライブ来てもらったらね、あ、そうですね、はい、あ、どうぞ持って帰ってください。お疲れ様です。美味しいんで僕大好きですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、 で話戻すけど、うん、もうめちゃくちゃハードル上げるもんだから、ね、うん、まあまあ確かにタイガーの言う通り、こうライブをこう盛り上げようっていうのはあの分かるんだけど、はい、でも、もうちょい下げてよと思って、うん、で僕的にはそんなにネタも受けた感じしなかったわけ、はい、まあまあ、まあ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 こんなもんかっていうか、うん、感じで、ま、見てた人がよかったよって言ってくれたから、はい、よかったなと思ったんだけど、はいはい、まあ、お世辞ではな、お世辞で言えばお世辞か分からんお世辞、まあ、いやいや、よかったってよかったって言ってたよ、ね、みんな、うん、ありがとうございます、皆さんのおかげです。松兄にもあったけど、松健さんもめっちゃいいって言ってたよ。俺こんな言ったらあれだけど、うん、あの O1 グランプリより頑張ったやつだ。いやでも結局でもそうじゃない、なんかそのね、この一人いつもほら相方いると、そうそう、うんうん、なんだろうな、変な話、うん、あのだできちゃうんだよな。こんな言ったらあれだけど4割5割ぐらいのなんか感覚ね、うん、全力でやってるけど、はいはいはい、まあ、最悪何があってもお互いでこうリカバリーできるから、はい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 、もうどうにかなる、どうにかなるじゃない、その、でも、ネタが詰め、言ってもこう10年、まあ、19年ぐらいやってるから、うん、もうなんとなくちょっとこう感覚が分かるというか、はいはいはい、あ、こんな感じかなみたいな、うんそうだね、もう本当に久々に初めてお笑いやった時ぐらいのなんかちょっと、あー、しかも、ドキドキ感だったな、大きいところであんまりピンって、そうとか初めてじゃない、うん、ね。めっちゃ怖かったね。いや、怖いですね、うん。ビビりまくってましたね。一人しか喋れない舞台って怖いっすよね。そうね。うん。まあまあまあ。一回だけありますけど。大変っすね。うん、いや、でも、楽しかったですよ。それはそれで。サポートしてもらって、すごく助かる。僕はもう本当に、
5月15日の、うん、沖縄の本土復帰の記念日の時に、はいはい、那覇の天武巣前の広場で、うん、あのエイサーをね、うん、踊るってなって、はい、あ、カノンさんから先ほど言った、ありがとうございましたカフェオレいただきます、いやもう本当にも飲んでください美味しいんで、大丈夫かな二人ともカフェとか飲めるかな多分めちゃくちゃ笑顔だったから飲めると思う、わからん、あ、わからん、誰かにあげたりしないかないやそれはそれでいいじゃない誰かが美味しく飲んでたら、あ、大好きですね、大好きですね、よかったよかった、ぜひ、はい、飲んで帰ってください、温めても美味しいんでね、なるほどね、そのエイサー踊って、はいはい、なんかすごいなんか結構大きいイベントになってて、うんうん、まあ、歩行者天国もねやってたから、うんうん、でその人あのもうそれなりにガッとあのお客さんもいてさ、うんうん、そしたらなんかあの沖縄市の山里青年会かな、うん、山里青年会さんも来てくれて、うんうん、那覇はなんか旗頭なんですよ、で沖縄市がエイサーがこうなんか伝統芸能として盛んで、はいはい、だから結構そので那覇の旗頭、はい、二団体青年会とエイサーが来るってあんまりなんか今までこう交わることがなかったみたいなんですよ、でそれを、まあ、その50周年復帰50周年、まあ、それもあって、はい、まあ、ちょっとこのセレモニー的にやろうってことになって、うんうん、そしたらその本格的にやっぱり青年会でエイサーされてる山里青年会さんと、はい、俺なんか FEC のこのエイサーやってる国際通りの青年会のメンバーがなんかエイサーガーエーガーエーってこのバトルみたいなね、そうそうそう、うん、でお互いこの、その違う曲なり、うん、まあ、今回は 2組ともこう等身同意の曲に合わせてあるんですけど、でもリズムが違うわけですよ、うんうん、で山田青年会の人の地方生で三振、俺なんかいつも音源で弾いてるけど CD で、うんうんうん、あっちはもう地方でやってるから、はい、その場のリズムでこうやるんだけど、はい、俺なんかはいつも CD やってるから怖いなってなったら、うんうんうん、その音源作ってるのがまわちゃんさんが作詞をするけど、うん、作曲とかはあの与那覇徹さんが入ってて、はいはい、徹さんも当日来てくれたんですよ、もともとなんか来る来ない分かんなくて、うん、で当日直前に来ないってなってて、はい、で来てたんですよ、はい、そこをまずびっくりして、あと本当にその15分前ぐらいに本当に徹さんの三振でこうちょ舞台裏でギリギリで合わせて、うんうん、で15分間等身同意を踊ったんですよ、うん、わーすごいな、で俺次その前の日の土曜日に何か、うん、あって4時5時ぐらいまで作業してたから、はいはい、で次の日日曜日朝早い、うん、イベントもあったじゃないですか、あったね、からちょっともう寝ないで温泉行こうと思って、はいはい、そのまま寝ない夜寝ないで温泉行ってで、はい、でなんかその稽古場でそのネタやって、うん、でそのままエイサーも踊ってるからもうヘロヘロだったんですよ、おだ終わった後に完全に体調悪くなったんですよ、もう、はいはい、ピキッて悪くなって、はい、それだと思ったんですね僕は、あー多シンプルに疲労でシンプルに筋肉痛でだるくなってるなってなって、うんうん、そしたらもうその次の日の朝にはもう、はい、もう完全に熱出て、うん、一応じゃあ検査しに行こうかってなって近くの内科に行って、はいはい、まあ、こうこうこうで芸人やっててって話も先生にして、うん、で僕が思うにはもう完全にもう筋肉痛から来るあれなんで全然陽性とかじゃないと思うんですけどね、はい、あ、まあ、まあ確かにありえるからねって言って熱冷ましとでなんかあの痰吐く用の漢方出してもらって、はい、まあ、一応これだけ飲んでてとで、じゃあ唾出してっつって唾15ミリ出して、うんうん、で5、6時間後に結果出ますよっつって、うん、電話が来て陽性ですって病でしたはいもしもしって言ったら、うん、院長さん大丈夫ですか大丈夫、はい、あの陽性出ましたんで陽性出ましたんで、10日間お家に出てくださいで、ね、こうであとから保健所から連絡あるんで、はいはいはい、でももう今は保健所なんあのお家で、まあ、自宅療養 で誰かがいる、僕はあの奥さんいますから、はいはい、一緒に住んでて、奥さんでもかかってないんですよ。ああ、そうだよね、うん。ずっと一緒に過ごしてるけど、ね。うちも、そうそう、だって、ちょっと広めの 1LDK なので、うんうん、全然感染しても。だからその間はずっとお家にいてくれたわけでしょ？ああ、3日目まではいて、で、途中からはまあお仕事、あの、彼女も検査して、はいはいはい、陰性だったんで、で、あの、この市からも、もう動いて大丈夫ですよっていうあれが出て、そうそう。で途中だからその俺薬も塗れ病院も行けてないから、はいはい、この皮膚の塗り薬もちょうどなくなって、ね、でやばいってなって、うん、このいつも行ってる皮膚科に連絡して、
ここでって言ったら奥さんが取りに行けるですけどって言って、はいはい、でいつも行ってるところだからまたまた処方箋出してもらって、まあはいはい、取ってきてもらって、うん、もう至れり尽くせりでした。ご飯も俺作れない。なるほどね。で無駄に家事もできない。そうそうそう、うん、でその間一応もう、1日目2日目の夜ぐらいからもう熱も収まって、うんうん、その後はもうずっと喉が痛かったなとは、うんうん、けどもうあとの7日間8日ぐらいはもう本当にただ寝るだけ起きて寝るだけ。そうだからタイガと俺もその日分かった日には、うんなまあ、体調も悪いかもしれないからちょっと連絡しない方がいいかなと思って、うん、で連絡せずに、うん、でもいろいろこうイベントとかがあったじゃない、はい、一回ちょっと連絡取っとかないといけんなと思って。そうだね。だからその途中合間でだって俺なんか単独のイベントもあったしな。ネタラボとか。ああそうだよね。そっかそっか。だからちょっと連絡取っとかんとなと思って、で、まあ、俺も PCR 受けに行ったんだけど、うん、でタイガから返信が来ないから、うん、あこれ大丈夫かなと思って、で一応奥さんに、うん、こんなで大丈夫かなみたいに言って、で一応このトークライブに関しては今延期しようと思ってるんだけどっていう、もし起きてたらあそのタイミングあったら伝えててって言って、うん、あ分かったって、今タイガ一応こう調子も少し戻ってきてて安定 してきてるよって言って、ただずっと寝てるって言って、ね、うん、でただずっと寝てた。そうそう、分かったって、なんかあったらまたこのタイガの経過送るねみたいな感じで言って、はいはい、あ分かったよろしくみたいな感じで終わったわけ、はい、でお笑い劇場の日ですよ、はい、お昼リハーサル終わったくらいかな、うん、3時4時ぐらいにポンって LINE が来て、うん、タイガの奥様から、うん、お疲れ様です、タイガの経過報告ですって来て、うんうん、で今タイガは、おやつのゼリーを食べながら、うん、麻雀の中継を見てますって言ってタイガがパンイチでゼリー食べてる写真が何だこれと思って爆笑しましたね。しかもちょうどいいことで、うん、僕が寝てる寝室にしか僕なんか部屋クーラーがなくて、うんうん、だからその暑くなったら嫌だなと思ったんだけど、うん、ちょうど今ちょっと寒いじゃない、そうそうそう、梅雨も入って、うん、からクーラーなしで、うん、扇風機だけでパンツ一緒で、うん、でじゃあ俺もこの期間だからせっかくだからもういろんなの立とうと思って、もう SNS とかも全部立って、なかなかできないからね。そうそう立って、そこに気張らすのもちょっとあれだなと思って、せっかくだからもうちょっと連絡もある程度これをね講じ、いいことにちょっと立とうと思って、ずっとだからでも本当はだっけ、劇場の配信もあったから、配信の URL も送られてきてたから見ようかなと思ったけど、なんか、それでなんか変に勘、なんか俺がこっち勘ぐったりしても、俺なんかそんなのあるから、ちょっとあれだなと思って、もう完全に。まあ、どうせ動けないからな。ずっとアベマで iPad 開いて、ずっと麻雀見てました。もうだって強くなってると思う、もうその写真さをさ、後輩の芸人の中地に見せたわけよ、はい、中地なんて言ったか分かる？分からん。よくこんなやつと結婚したなパン1でゼリー食べてる、もうなんかおばあちゃんみたいな。俺送られてきてる、マジで送られてきてる。いや見る、うん、どんな感じなんだろう。 なんて送られてきてたかな、ちょっと待ってよ、うん、俺もさあんまり LINE 見ない人だからさ。あ、いやいや、うん、いやー、ちょっとなー。あ、そうそうそう。タイガ続報ってきた。タイガ続報、ね、お疲れ様です。タイガはもう平熱で喉痛いだけになったよ、うん。今日は劇場いないけどよろしくお願いします。配信で見るね。で、米印書いて、はい、今はおやつのゼリーを食べながら麻雀の実況配信を見てる。で、ドラえもんが拗ねてる顔してますね、はい。の絵文字が来てます。その時の画像がこちらですね。でも俺ほんとクソニートみたいな生活してたって。これ見せてもいい？ああ、いいよ。いや、いい。奥さんが嫌かな。あ、いい、いや、いいんじゃない？いいかな。別に俺だけが映って、部屋がどんな、あ、まあ、別にいいよ。映っちゃダメなもんないから。これ、キャンさんに送ろうかな。キャンさんに送って、これ、ツイキャスで出してもらった方が。あ、でもこれ、あれにしよう。トークライブで見せよう。そうだな。確かに。トークライブ、トークライブを延期する予定なので、うん、もう延期にしますので、5月の、あ、え？今5月？5月27日、6月の頭ぐらいにできたら嬉しいけどな。誰かというかみんな来てほしいな、ね、ちょっとだからその、まあ、今回話したそのコロナの当初は5月24日にある予定でした ね、うん、もう含めて、うん、いろいろなで、まあ、どんなトークライブをやるかというと、はい、僕なんかが
実際にあの0歳から28歳までの、うん、こうどういう歩みをしてきたかっていうのをもうその場で皆さんと一緒に、まあ、皆さんにも聞き手になってもらいながら一緒に喋って、はい、で年表を作ろうっていうトークライブになってます。はい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 、いいじゃん。そうです。なのでもう ここでは言っちゃいますけど、多分一番最初にタイガーの28歳の時にコロナ陽性って書きますね。だってコロナな、だって俺コロナが出始めた頃前ラジオカーやってたから、もう2年ちょっと前ぐらいってことでしょ、コロナが出てきて。あ、そうね。絶対にかからんと思ってたもん俺。ああ、言ってたもんね。しっかりかかったな。うん、まあまあ誰がかかってもおかしくない、おかしくない状況ですからね。うん、まあなった目で言いますけど、だからもうほぼインフルエンザですね、もうあのこの症状的、はいはいはい、まあまあ人にもよるんでしょうけど、ああ僕はもうあれちょっと、まあ、そのエイサーも直前まで踊ってたのもあったんで、うん、こう筋肉痛と、まあそれなりに熱が出て、はい、で熱は熱さましで収まったんであれですけど、うん、あとはちょっと喉がねこうグッと腫れましたけど、うんうん、なるほど、うん、ぐらいでしたかね、うん、まあまあでも、はい、とはいえ誰がどこでどうなるか分かんないので、そうですね、はい、しっかり皆さん感染対策もしてもらいながら、はい、はい、いや、お前が言うなって話したけどな。いや、俺や感染対策はしてかかってるから。うんうん、まあ、それはしょうがない。だから、もう、まあまあ、その、おそらく、その、ね、エイサーのところでかかってたんでしょうけど、はいはい、まあでも、そこじゃないかもしれない。そうそう、わかんないからな。これは、なんとも言えないから、うん、俺なんか医者でもなんでもないし。だから、これはもうみんなどこでもかかり得るから、うん、ちゃんと対策はね、ね、引き続きして。で、あと、体調管理だね、あと。はいはいはい。俺もずっと寝ないでとかっていう、この免疫も、免疫が下がったからね。もともとないからな。うん、話したっけ俺、新一郎さん親戚の鍼灸師の人の話した？いつ何回待ってるか。うん、でも、だから、うん、あの、アキラさんと、うん、その、俺が陰性出たとかな、はい、この PCR 受けて、はい、あの、アキラさんだって、あ、大丈夫かなみたいな、うん、あの、タイガーもう寝かせって、あいつもう麻雀やめさせれって言ってたから、あいつもう麻雀やめて寝かした方がいいよって、だからもう、こう、なんかこの10日間でもう、本当、嫌になるぐらい寝た、もう、うん、いや、もうおかげさまで、まあでも、まあ、こう、はい、こんな時ぐらいしか長期で休めないですからね、うん、だから長期で休んだ方がいいよ。あ、俺でも今回思った俺でなんか、うん、なんかあのすごい休みを幾分取った方が、はいはいはい、なんかある程度なんか物事ってできるね、この開けた後、ま、僕は ね、 なるほどね、体質的に中学校のテニスの時もそうだったんだけど、うん、ず長いこと休んで久々に行ったテニスの方が上手かったりするから、まあ、その方がこうリフレッシュしてできるっていう、だろうね多分ね、こう人によるだろうけどね、うんうん、僕はだから今回も思った、そのタイプなんだなって思った。はいはいはい、久々に昨日かもシャバに出て、うん、一回 CM 行きますか、行きます。いや、この変なタイミングでシャバに出てで CM 行きやってるか。じゃあシャバで CM 行きましょう、はい、どうぞ。そうだね、これじゃあ写真は、そうですね、トークライブで、トークライブでひとまず一個だけ、はいはい、一つだけ。ユミさんもありがとうございます。あ、だから先週はだから山内さんだったんでしょ。そうそうそう、うん、まあまあ後で話す、話したかったな俺も山内さんと。月1だからな。そうね、ちなみにさ、トークライブ平日なんでしょう。でも どっちがピアスいいですかね。ね、うん、ぶっちゃけた話ね、ちょっと平日じゃないと赤字なんですよね、料金的にね。料金的にね、僕らのあれですけども。そうそう、ね、チケット代高くしもしたくないしね、なかなか遅い方がいいかな、時間帯、開催する時間、平日とかだと、うん、その次の日があったりするからね。確かに、ヘヨトコさん、大変お帰りありがとうございます。ありがとうございます。8時とかだと厳しいのかな、ね、お仕事終わりとか20時からスタートとかさ、うん、FM ギノワン FEC チューンド金曜日、金ピラごぼうの金金ピラピラ大石様ラジオ、生放送でお届けしております。はい、これもう2週間ぶりですね。そうですね、先週も多分僕お休みしてるので、はい、 3週間ぶりかな、3週間ぶりになっちゃうな。そうですね、で先週が山内さんが、うん、そのミキサーに入ってて、うん、局長、そうそうそう、まだタイガーがシャバに出てない頃、シャバに出てない頃、シャバに出てない頃で山内さんが、はい、あのこの前月かなの時に、うん、僕なんかのこうラジオ放送で、うん、
あの山内さんが今日飲んでるからって言ってたじゃないですか。でお酒を飲みながら琉球ガラスに氷入れてね、そうそうそう、あのラジオこうミキサーをされてて、うん、かっこいいけどな。でもう、うん、自分でも言ってたわけ、うん、そのラジオ放送中で、うん、その俺なんかもそれをいじったし、うん、山内さんもそれをノリノリで自分も言ってたわけ、で先週来た時に、うん、カランコローンってやりながら、うん、ごめん。先週も飲まれてたんですか？カランコロンって音は聞こえたわけよ。飲んでたかわからんよ。じゃ、琉球グラスの。なるほどね。あ、でも同じこのスタジオで。スタジオでカランコロンって聞こえたわけよ。しながら、なんか、あれだよな、なんか、みんなにはこの、お酒飲むっていうのは真似してほしくないんだよなって。で、タイガがこう、その、前、その、山内さんがやった次の週かな、先月かな、そうだ、先月の次の週に、中杯を飲みながらやったじゃないですか、やっちゃいましたけど、そうそう、だから、カランコロンって、これ、みんなに真似してほしくないんだよなって言って、で、俺、でも山内さん、でも自分でも飲んでるっても言ってましたよって、放送中で、うん、で全然その時もいじったし、もうその後もちょっと散々いじっちゃいましたけど、うん、って言って、あ、そっか、俺言ってたか、みたいな、みんなに真似してほしくないなって言って、カランってなって。違う、山内さんはあれだろう、森光さんにいじられるのが嫌なんですよ。あ、そうなんだ。わかんない、わかんないけど。そうかな。わかんない、わかんない。うん、だからこれは来月。来月、審議を。審議。来月は、だから俺、日合わせてから、うん、俺、飲むよ、俺。山内さん、飲んでたかわからんよ。もしかしたら水だったかもしれんから。一応、カラーンってやってて。ああ、でもガラスは琉球ガラスでしょ、うん。琉球ガラスで、一応で、だから、あ、そうなんだって。で、結構、だから、放送、多分回ってない時に多分行ってたと思う。あ、なるほどね。で、はい、だから、あ、そうなんだと思って、まあまあ、あまりじゃあこのオンラインでの曲だしなと思って、まあ確かに、まあ、よろしくはないじゃない。うん、そんな。もうでも、いいけどね、まあまあ、ものによってはね、そういうラジオもあるけどさ、うん、まあまあまあ、だからまあまあ、でも、一応ね、うん、社長というか、まあ代表が、はいはいはい、局長が言ってるわけだから、はい、あ、分かりましたって、まあ確かにそれはそうだよ。あの、タイガーにもじゃあ一声かけときましょうねって言って、うんうん、で、もう分かったって、カランカランってなってたんでしょ、放送終わったわけよ。うん、放送終わってから外出たら、うん、あの、がっつり青森の瓶を、外に。しかも、鼻から局内に青森の瓶あるのかな、どういうことだ、ま、ってなるから。みんなに真似してほしくないんだよな、カランって鳴らしてたのに。ちょっとこの、なんだろうな、プライドがあるのかもな、局長としてのというか、まあ、局長だから俺はいいけど、これをなんかみんなで、そのノーマルにしてほしい、これが通常運転にはしてほしくないんでしょうね。局長の俺だからが俺やっていいことであって、うんうん、でまあそれはもちろん筋通ってるし、うんうん、まあもちろんね、うん、山内さんの曲だからいいけど、うん、まあまあしっかり仕事もできてるしね、それで、ああもちろんもちろんそうです、うん、それでなんかこうダーってなることもないだろうし、そうそうそうなんでなんかフォローしないといけないおかしいって、でその後、うん、あの一応ね、俺もその後だから、うん、劇場の前の日だから、そうだよな。そう、うん、そのなんかちょっとさ、プレゼン用の資料みたいな感じで、スライドも使う予定だったから、はいはい、画像とかも作ってなかったわけ。ネタだね。うん、そうそう、ネタの。で、ネタの仕上げもしてなかったから、ちょっともう足早にこう、もう F 向きの後にしないといけなくて。はい、もうね、山内さんいるから、みんなにこう挨拶して帰りたいじゃん。で、前番組の方たちとかもちらほらいて、はいはい、で、ちょっとおしゃべりしてて、はい、で、山内さんに挨拶したいなって、山内さんトイレ入ってたわけよ。はい、で、おしゃべりでつないでたんだけど、うん、クソが長え山内さんのクソが長え。お前が話そうとした時にもう入った直前だったんだよ。うん、だから、長くないよ。長いと思っただけだ。もう、何分クソしてるのかなぐらいクソするから、山内さんが。いや、クソじゃないかもしれないしな。社長がね、うん、カランした後にクソ、長いクソしてるから。出ないよ、カランしか飲んでないんだよ。クソも出よう、出るクソもないよ、多分。いや、もう、しょうがないから、ちょっと、申し訳ないけど、まあ、まあ、時間もあれだから、一応、曲ね、あの、放送終わった時にありがとうございましたって挨拶はしてるから、はいはい、まあまあ、ちょっとこれでもう、あの、申し訳ないけど、帰ろうかな。まあ、改めてじゃないけど、言わなくてもね。外出て、こう、ドアから出たら、うん、あの、クソしてたはずの山内さんが、アイコス吸ってる。え偽打ちだったってこと？偽打ちだった。クソが長いのは偽打ちだった。山あれが誰だったのかわからないけど、クソの長い偽打ち。うん、やだな、うん、偽打ちって言われてる人がかわいそうだな。ここで
放送してるどなたかってことでしょ。どなたかだってこと。関係者でしょ。クソが長いやつは誰だったのか。山内さんのクソ長いあれはね、うん、こう、晴らされたけど、そうそうそう、誰かしらクソ長い偽、偽うちがいるわけでしょ。そうそう。いいやし、別に。クソ長くてもいいやし、お前が勘違いしたのに。いやいや、クソが長いわ、クソが別に。いいよ、いいけど、クソが長かったの。しかも、焦ってるからな、森光さん。まあ、俺も次の、その予定もあって、時間感覚的に、そうそうそう。だから、通常だって、絶対。だから、このプレゼンの資料も、もう自分で作ったら絶対間に合わないと。ネタも、はいはい、仕上げないといけないから。だから、元氏にちょっとお願いしてて、はい、ラジオ終わったら帰ってくるから、お願いだから、ちょっと一緒に作ってってお願いしてたから、はい、そのちょっと時間もあったから。はい、こう待たせてるっていうのもあるしな。まあ、にしてもクソ長かったんか。偽内さんが。誰か解明したいな。数だって限られてるでしょ。何十名いたわけじゃないもんね。か、山内さんが、うん、長かったは長かったクソだけども、うん、しっかりとクソを済ませた後にスーって出ていった。でもこっちの FM 側のドアはさ、カランコローンって音が鳴るから。だから違う違う、別でね、スタッフ用の入り口があるから、うん、お前がトイレ前で、うん、クソ落ち待ってる間に、うん、クソ落ちさん待ってる間に、うんうん、で、クソ落ちって言ったら、偽落ちからクソ落ちにするなよ。待ってる間に、うんうん、もうで時計とか見てるさ、だから、あーってなって、はいはい、もう帰ろうってパッて、トイレの方向からこの FM 技能の入り口向かうじゃん。うんうん、でその向いた瞬間に、もう、山内さん、クソ終わって出て、うん、こう、スーって森光に見えない、見えないように。スタッフ出口から出て、あ、なるほどね。出口は方もあるもんね。そうそうそう。そのまま繋がってるじゃない？通常入り口と。でそのそこでアイコスって。なんで隠れてる？アイコス吸いながらクソしてたかもしれない。やりたい放題だな。なんか抜け穴とかあるトイレから。トイレから外まで。裏口みたいな、うん、なんかスタッフだけが使えるやつ。みんなに真似してほしくないけどなって言いながら通る道ある？いやだな。うんこし。うんこの後にすぐアイコス吸う普通だからよな長クソの後にないや山内さんがクソしたかも分からんしいやいやいやじゃないとおかしいでしょメイク直しとかしないでしょそれぐらいよクソかメイク直しぐらいよトイレに長くこもるっていやだって長いって言っても、うん、あれでしょ 2,3 分ぐらいでしょいやー、うん、どうだろうな。俺だって最初に、俺もちょっとトイレしたくて、はい、ガチャってやったら、はい、あ、今、山内さんが入ってるよって言われたから、うん、あ、はい、そうなんですねって言って、はいはいはい、で、俺一旦多分タバコ吸ったんだよ。タバコ吸って、で、戻ってきて、おしゃべりして、うん、で、そして見たらまだ入ってるから、クソが長い。長いなぁ。長いよ。5分以上は確定してるもんな、うん、確実に8分はクソしてるもん。これそうそうそう解明しないとなちょっとギノワンの七不思議ですよ七不思議 FM ギノワンの局長のクソが長い大丈夫か怒られないから俺なんか山内さんに怒られ怒られ いないはずなでもな何が山内さんのこといじる人っているかなあんまりいない山内さん俺なんかだけってあんなに山内さんいじってるのでも山内さんも俺なんかのこといじるじゃんいやそれはいいじゃんだって俺なんかいじられてなんぼだからあそっかそっかそっかでもその方が楽しいしな山内さんも、ね、あの変態だから山内さんも山内さんも結構お笑い変態なところあるから俺密にちょっと強いよなそうそうそうあの人なんか俺が森光いじったらめっちゃ便乗していじってくれる。ああ、いじってくれ、いじってくれ。好きなんだ、ちょっといじりたいんだよ、だからちょっと。ね、そうそうそう。ね、でもね、うん、俺いじるのうまいからな、人のこと。な、うん、あんまりいじられ慣れないし、いじられないじゃないですか、僕らって。そうだね、確かに。よりかはちょっとこう、僕なんか。山内さんもいじるのうまいからな、人のこと。ああ、だからね、だからちょっと、だから、頭いいんだろうなって思って。いつだったかなこの間さ、久々にさ、何知り合いと飲んだ時があって、はいはいはい、僕と、うん、今 RBC でレポートしてる、福原美咲ちゃん、ハラミーね。ああ、はいはいはい。ハラミーと飲むってなって、うん、そしたらなんか、帰りも連れて、
行こうと思って、はいはい、デコボコの帰り俺連れて行って、うん、3名で飲む予定だったんだけど、うん、当日になってなんかあと1人連れてきていいって友達、はいはいはい、あいいよってで7時ぐらい集合だったんだけど、うん、5時夕方5時ぐらいにまた連絡来て、うん、あと2人連れてきていいって言われておうでその子ハラミの友達でその友達の妹おでその友達のあとは大学の後輩おで結局 5名で飲んだんだけど、はいはいはい、そのハラミの連れてきた友達が、うんまあ、みんな女の子だったんだけど、うんうん、なんかめっちゃ俺のこといじってきてああはい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 、まあ、っていうの俺その時、まあ、目もあれだったから丸眼鏡かけて、うんうん、でハリーポッターの長袖着てきてしまったのよ。ああ、なるほどね。胸にちっちゃいハリーポッターっていう、まあ、ロゴがあって、うんうん、この袖に杖とかが印刷されてて、後ろに、うんうん、ハリーとロンとハーマイオニーがホグワーツを歩いてる写真が。はいはいはい。ちょっと癖の T シャツ着てきて、うんうん、死にいじってきて、うん、もうハリーポッターじゃんみたいな。でしかもなんかめっちゃ笑うわけ。ああ。それでガタガタガタ。はいはいはい。で、俺な、あんまりいじられ慣れてないから、うん、なんかそのいじられ後のツッコミ。ああ、なるほどね。結構重要だもんね。で、なんか、むずいね。そうだよ。いじられ、うん、で、で、だから、俺がいじられてるとき、お前らいい加減にしれよっていう。むずい。だから、そうそう。めちゃくちゃむずいんだから、俺なんかいじられた後の、この、多分、立ち回りがわからないからかな。わからんけど、それより、うん、まあ、わからないっていうよりかは、で、やったんだけど、立ち回って、うんうん、で、それなりにこの場も盛り上がったから、はいはい、別に、正解なんだろうけど、よりも俺なんかこのいじる方の攻略法を分かるじゃない？結構いじることの方が多いね。そこのと、うん、の気持ちよさの方がやっぱり気持ちいいのよ。はいはいはい。だからいじられ受けなんかこんないじるんだってでそれに便乗してその子の妹もいじってくるわけ。ああ。しかもその子の妹死にえすっげ強くてから。なるほどね。なんか一回終わったくだりを、うん、これどういうことですかってまたぶり返してくるなんか感じの。はい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 。いじり。ああ、面白くないタイプのいじりだ。だから、ちょっと困るやつ。下手くそなタイプ。もうよ、終わったよ、それみたいな。なんか、で、その、なんか、その、うん、なんか、その、流れになっちゃって、はい、パターンの。はい、はい、はい。で、ハラミーもジョージティ、いじる、うん、俺めっちゃいじられて。うんうん、だ疲れるね、だあれって。やられ慣れてないから。めちゃくちゃエネルギー使う。そうそう。だいじる方が簡単だよ。まあ、わからんけど、ね、簡単なのかなって思った。あ、ていうか、うん、その方が俺なんかはエネルギー使わないと思う。だっていじられが上手い人がいるじゃない。はいはいはい。アンジャスの小島さんとか。うんうん、だわかんないよ。あの人がどう思ってやってるかわかんないけど。いや、多分、うん、いじるっていう行為は、うん、その、なんかテクニックがなくても、うん、なんとなくそれ風でできちゃうわけ。はいはい。でもいじられるって、完全に受けて、はい、その後笑いに変えないといけないから、結構テクニックが、うんいるんだよね、おそらく。このレスポンスのな、うん、あれ、大変だね。大変だ。キーチさんとかもいじられキャラだったじゃないですか。はいはいはい。たまに本当に大変そうな顔してもらあーみたいになってる時あったもんな。だから、キーチさんが思うのは、そこだったら、あの人はでも、こう、いじりたい側じゃない、きっと。なんかね、本当はこう、回したい感じ出してたじゃない。うんうん、でも、回せないじゃない、あの人は。はいはいはい。だから、あやられて思ったけど、うん、ああ、その立ち回り方あるんだと思って。まあでもどっちも共同作業だからね。ああ、だからそれはお互いの信頼があって。信頼があってじゃないと、うん。だからその信頼を作らないけど、うん、この感じ出してきたら、ほら、はいはい、俺がそこで泣えたらもうダメじゃない。まあ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 、確かに。まあでも泣えないことはない、うんうん、泣えないけどさ、泣えることはないけど。うん、全部知ってる人たちだし。うん、だから、あ全部というか、その、ハラミーの友達と、うん、妹と後輩は知らんけど、知らんじゃったけど。はいはいはい、こんな知らんやつにこんな、しかも知らんやつこんないじるんだろ。なんかでもあれだな、治安悪い人だ。治安悪かったわ治安悪かった。久々に治安悪かった。でも、やっぱり、親しみやすさがあるっていうことでもあるから、うん、まあまあ、いいことでもあると思うけど、うん、確かにな。ピピッター。で、帰りは、しかも帰りはちょっとかっこいいじゃないですか。あだから、はいはいはい、帰りかっこ
あのその用紙もあって、なんかあの山田涼介くんの平成ジャンプ山田涼介くん似てるねとかっていう、まあそんなのもあって、でこう何隠して僕は丸眼鏡つけてきてハリーポッターでお前稲妻入ってないんかいみたいなこと言われて、額に稲妻入ってないんかい言われて、ちょっと面白いやし、しかもちょっとだちょっと多分だからいじりうまい、いじり上手なんだろうね。なるほどね。あのこのハラミの友達は、はいはいはい、で同い年なんですよ、ハラミもその友達も僕とね、同い年で、そっかそっか、まあそれだったらやりやすいね、確かに、っていうその、まあ、同い年っていうのもあったんだと、で妹が一回終わったくだりをまたぶり返すっていう、そこまでセットのやつ、確かにな、でもまあそれはそれ楽しくない、楽しかったけど死にレモンサワー飲んだ、わかるわかる疲れるよな、いじられるのって。森光さんのファンが来てますよ。こんばんは、金ピラさん、先週は楽しかったですね。ほら先週から森光さんのファンになったまゆゆです。覚えてます、まゆゆさん。でも名前だけでは分からんよな。僕はちょっと、すみません。顔見たら分かるの。やってます。大コーデの日に。大コーデの日にケーキをくれた。あー、あの、朝あ、そう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 。朝だったかな。スピナさんと。あ、そう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 。一緒に行った方。あー、すごい。が、いらっしゃってて。先週？先週。あー、なるほどね。で、クソ長事件の時に。あ、クソ長事件の時に。あじゃあ、まゆゆさんはクソ長実行犯ではないんだ。じゃないじゃない。まゆゆさんが今山内さんが入ってますよって、あー、なるほどなるほど。はいはいはい。そう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 。すごい。でも先週から森光さんのファンになったか、だから、横行での時にはまだこいつら、いかなるものかと。そうそうだな。あ、いや、だから先週、まゆゆさんもツイキャスで参加してくれて、僕がお悩み相談みたいなのやったわけ。はいはいはい。もう、正直、ラジオのネタなんて、もう、一人だから用意しないといけないけど、ある程度。まあまあ、もうネタ考えてたから、はい、もうなんか、来たらどうにかなるだろうと思って、本当は、なんか、芸人褒めるみたいな企画やろうとしたんだけど、なんかお悩み相談やろうと思って、せっかくだからリスナーさんとね、はいはい、絡みたいなと思って、でやって、そのまゆゆさんが、はい、ダイエットのやり方を教えてください、はい、でほら俺バーピージャンプやってましたね、はいはい、そうだからあれいいらしいですよって言って、でそしたらちょっとやってみてくださいって、あラジオ中にまゆゆさんが鬼振りしてきて、鬼振りですね。同い年の人に違う違う多分8個ぐらいしたかな若さぬ綺麗な方でしたけど綺麗な方だったけど鬼乗りだったよなあの時さんが思い返したわ鬼みたいに朝からハイテンションでハイテンションだった嫌だったわ朝びしょ濡れ舐めながら FM ギノは7時前ぐらいに来てからさ、ケーキ美味しかったけどさ、美味しかった美味しかった、モンブランね、旦那さんが作ったんだ、旦那さんが作ってくれたって、モンブラン美味しかったけど、そうそうそう、あれすごいバーピージャンプやったら、そう500g痩せました、あそうそうそう、で俺も放送中にバーピージャンプして、パンパンって音だけが鳴り響いて、ツイキャス見てる人はいいけどね、ラジオはもう大変、その間なんか山内さんが話してくれてた、頑張れまだいけるよとか、ちゃんとしてるからそういうところは山内さん、そこはラジオちゃんとラジオの音声で俺に任せろと続けな、さすがですね、俺がちょっととりあえず言葉は入れとくから任せろで、はい、頑張れとかあと10回とかこう掛け声とか入れてくれて、はい、カロンコロンって入って100% シマー飲んでるやし泡盛飲んでるやし多分グビーも入ってたんじゃないかな頑張れ頑張れカロンコロングビーグビー喉越し伝えんだラジオでグビーじゃないよ。でその後俺はもう席についてもう本当に息上がってるから、はい、はい、っていう時間でまゆるさんはそれに興奮したらしいです ね、 すごいね興奮するんだよかったよあれあの息遣い変態やし終わった後に言われたからパンパン落とした。パンパン落としたありがとうございます怖いなありがとうございますもおかしかったその後の俺もよく考えたらみんなおかしいな、で片や局長カランコロンしてはいはいまゆうさん1キロ痩せなかったんかいと突っ込んでいやいや1回ではボケじゃないんですよねボケじゃないからこれはこの場合はボケにするんだったらバーピージャンプやったらすごいですよ例えば
20キロ痩せましたとか。ああ、そうね。1トン痩せました。もういいさ、そんくらい振り切ってもらったら。山本の体重いないやし、みたいな。そうね。そう、わかるけど。500グラム痩せましたは、痩せるよ。もう、ありそうだし。下手したら痩せるよ。500グラムぐらいだったら。で、それで1キロ、1キロ痩せなかった。書いて突っ込んでってこと。まあお笑いの基準はどこかわからないですからね。まあまあ、確かに、うん、難しいけどね。1トン痩せましたって、うん、遅 い, い, いす、ね、遅いっす遅いっす遅い遅いっすね。うん、いやでも嬉しい。でもねこうやってラジオでつながって、ね、ありがたいですね。聞いていただいて確かに嬉しいな。そうそうそう、ありがとうございます。でその後、うん、まゆうさんからお話聞いたんだけど、うん、うちの知り合いの、うん、あの神社の、はい方こうなんかもうバーピージャンプやってるわけって言って、あそうなんですねって言って、うん、何やらそれなんかちょっとなんか お経お経と、はい、なんか織り交ぜてやられてるらしくて、なんかやった後にやって、俺の聞き間違いだったかな、俺の聞き間違いだったのかもしれないけど、まあまあまあ、そう受けた感じ、そのまま話して受けた感じ、はい、なんかそのこう作業でそういうなんかやった後に、まあ多分ね、まあ、お客さんがいらっしゃってとかじゃなくて、はい、日頃のそういうのあるじゃない、おそらくそういうなんか景色の、まあ、まあ流れでね、はいはい、詳しくないからあんまり分かんないんだけど、はい、終わった後にバーピーやってそれをやるみたいなルーティーンになってるんだ、この一日のそう、ある人がいるって言ってて、その人シュッとしてる方だから自分もやってみるみたいなことをおっしゃってましたけど、お経唱えながら、うん、へー、そうそうそう、そんなんあるんだ。ただしっかりまゆうさんは、うん、ノンアルでしたね。飲んでなかった。あ、その時意外と、うん、あんまり飲まないのかな、ね、めっちゃ飲みそうな方ですけど ね、あれからきんぴらさんの YouTube 見まくりです。ガチのファンになってもいいですか。ライブの時は30… すごいすごい、うわ、すごいじゃん、まゆうさん、マジですごいな。まゆうさんがライブやった方がいいんじゃない。マジよ、35人呼べるんだったらやりな。スイーツライブやればいいじゃん、うん、お客さんにね呼んで、ね、旦那さんが作ったスイーツお配りして、はいはい、まゆうさんがこうなんか舞台上、ライブハウスの舞台上でバービージャンプして、うん、ね、やる前の体重測って、はい、やって、うん、でもう一回やり終わった後体重計乗って、うん、500グラム痩せましたって言って来るか、そんなライブ来るか。すごい、でもライブの時35名ぐらい、ね、ガチな数字だな。すごいな。これもボケだったりしてるのか な、ね、かな。PTA の集まりでは100名ほど集まります。それ PTA の集まりだからだ。まゆゆさんが集めたわけじゃないでしょ、ね。お子さんもいるってことかな、じゃあ。ね。学生さんのお子さんいるんかな。いらっしゃるんでしょうね。一緒に来てほしいな、ライブ、マジで。学生さんのお子さんいないけど、PTA の集まり。PTA の集まりでは、ノーマルで、うん、ノーマルで。地域貢献で。ああ、なるほどね。ああ、いるもんな。うん、でも、普通にライブは来てほしいですね。ね、普通に見に来てほしいですね。うん、そう、僕なんか、めちゃくちゃ先の話になるんですけど、うん、来年か。来年になります。3月に、うん、ま、今、1年間で、毎月、月1でイベントをやるっていう、はい、ことを発表してまして、うん、で1回目単独ライブやって、ライブハウスで50名くらいか集まってもらって、そうですね、まあもうライブハウスではい、こう満員御礼でありがたいことにやらせてもらって、はい、でその後トークライブはちょっと今延期っていう状態ですけど、はい、でなんかあったんすか、お前がコロナだったからだろう。なんかあったんすか。まだ笑いになるかなこれ、お前がコロナだったからだろう。微妙なラインだよ。まあ、すいません、まあまあ、すいません、ね、うん、で、まあまあ、毎月一応イベントをやってって、最後のライブでは、はい、那覇市文化展物館の4階のホールの方で、はい、250名ぐらい入るかな、はい、250名キャパのところでやりたいなと思ってますので、うん、おそらくね、沖縄のお笑い芸人で、あっち単独でパンパンにした人いるかな、いないんじゃない、いないんじゃないかな。KY とかかな。KY デンジャラス。ああ、まあまあ、そうだね。KY とか。200名くらいは入ってたのかな。でもまあまあ、そうだね。その時は、でも、KY、僕なんか後輩の KY と、うん、何名かそのゲストさんとかいたから、はいはい、同じ学生でやってる人とか、だからまあその友達とかも、まあでも、そんくらいかな。うん。アリンクリンさんもやろうとしたけど、コロナかなんかで延期になったんじゃないかと。あ、そうだったね、多分。まあ一応大きいライブにはなりますので、うん、
まゆうさん250名プラス35名になるので盛り上がりますね。中上地区の副会長してます。やばさぬ。いえ、250名に35名入ってるんですよ。消防法に引っかかりまくりだから。ダメなんですよ、このね。うん、やっぱこれマックス250なんで。マジで来てほしい、でも。ね。普通に見に来てほしい。てか、俺なんか、告知 しに行きたいですね。あ、そうですね。うん、お知らせしに行きたい。うん、せっかくのつながりだから、これ、でも、ね、ちゃんと。そう。でも、マジで、知り合いみんなに見に来てもらわなきゃ、うん、俺なんかもう埋めれないのよ。これはだから、あ、そう。だからぜひ、まあまあ、うん、僕なんかもね、面白いネタを用意しますので、でね、もちろん。お願いします。まあ、まずは普通の、この毎月定期でやってる、僕なんかの FEC のライブとかね。あ、そうですね。うん、いろんな芸人が見れるので。僕が招待出しますから、はいはい。ぜひぜひ見に来てください。一回だけ CM 行こうかな。はい。CM 行ってから、あと4分ぐらいですけど、CM です。どうぞ。はあ、すごいな。ずっともう、まゆゆさんのコメントやし。確かにメール来てるよ。あ、じゃあメールも読みましょうか。先週喋りすぎてから一回もオープニングから一回も CM に行って忘れてた。普通頑張りすぎ、頑張りすぎ。いや、いいよ。山内さんとかと普通に飲みたいんだよな。飲みに行きたいんだよな。ね、うん、行きたいっすね。だから皆さんとお話ししたいんだよな。スタッフさんとかと。確かに高校でもあったし。だから本当にがっつり絡みあるのやっぱキャンさんぐらい、ね、いや本当よ、キャンさん、ね、でそれこそ山内さんとか、山内さんとか、そうそうそう、他のスタッフ楽しかったじゃん、あの高校での時さ。はいはいはい、皆さんと。どちらかというと小座のスタッフの方がまだ交流ある。ああ、本当そうですね。ってちょっと名前が出て、後ラジの小春さんとかみんなでだから来たいな、ご飯とか。多分波長いいんだよな、ギノワンとコザのスタッフさん。FM ギノワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラ王子様ラジオ、あと4分ぐらいですけど、はい、メール、はい、はい、読んでいきましょうか。金ピラごぼうのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばん、ワンピース&スヌーピーよくよ7です。はい、メールネタ思いついたのでメール送りらせていただきます。ここもね、ナナちゃん節が効いてるんで、はい、ラ行をね、文字を2つ入れて、はい、これは誤字じゃないと思うので、テクニカル、ね、僕はちゃんと読みました。本日一昨日行われたわさびさんデコボコトラベリングさんのライブバチバチというライブの絵を描きました。おー、マジ？色塗ったら完成します。完成したら見ますか？見たいよね、気になりますね。さて話は変わりますが変わるんだ。いや、いいっすよ。FEC のお笑いライブ、米軍基地など見に行けませんが、うん、行けるときに行きますね。それではまた会いましょう。さすがっすね。いいですね。お笑い米軍基地とかね。うん、あれ、まあでも、いや、奈々ちゃんとかはね、いつも来てくれるときで全然いいので、うん、うん、全然無理しないで。お願いします。皆さんもね、はい、ライブいっぱいなんかいろいろやってますけども、はい、まあ、タイミング合うときに見たいものを見てもらったらだけで構いませんので。はい、いや、でも来てほしいな、まゆゆさんはぜひ。うん。しるみちさんが、ハラミーの友達もクソな。いや、それは別に関係ないです。あー、うん、なんかクソ長そうな感じの子ではありますね。どんな偏見の仕方だば、クソ長そうな感じの子って。偏見ですけどね、すいませんね。僕は勝手に偏見で言ってますから。でも、クソ笑う、こう、うんこ、うんこでも、そっか、うん、生理現象だからな。うん、では、うん、もう本当にうんこはしてった方がいいよ。いやいや、本当よ。どんなともうお腹痛かったら絶対どんな時でもした方がいい、うん、あんまり我慢しない方がいいよな、うんこってね、マジで漏らすぜ下手したら。大人になって漏らすのはちょっと厳しいですね。厳いよ、青ざめちゃうな、うん、余計なんか変にお腹またキリキリしそう。だから俺小2と中2の頃に、はい、あ、そうですね、漏らしてるんですけど、うん、その話もね、トークライブでしたいと思いますので、僕も中3に1回ありますので、うんこトークも地味で、はい、しっかり。なので、まあまあ初めに言っときますけど、多分下ネタもあります、はい、いや、もちろんもちろん、トークライブ、うん、まあそこら辺もね踏まえて来ていただければと、はいはい、まあでもなんか過度なやつはないだろうな、いわゆるうんこうんこちんこぐらいかな。あ、もっとある。いや、セックスの話もしようかなと思って。でも
俺なんかのがいつ初セックスとかって聞きたいかな。あ、でも、うん、それこそ、うん、あの初めてオナニーした話はしようかな。ああ、なるほどね、うん、いいじゃないとかそういう話。ああ、いいじゃない。だってあんまり聞かないしな。そうだ、俺なんかしないじゃない、うん、そういう話、うんうん、でも結構、うん、それこそ学生の頃とか、うん、結構してたじゃんそういう下ネタの話。そうだね、まあまあしない、うん、まあするするけど、ね、まあ、みんなする、うん、大体すると思うから。確かにちょっとだからそのくらいのなんか感覚でやりたいよね。確かに俺なんかがこうガッてやるよりかは、うん、もうみんなちょっとお客さんも同じラインに立って、はい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 、ちょっと本当に同級生で、ああ、いいね、でちょっとこうこんなのあったなっていうのをお話しする感じのトークライブで、そうそうそう、いけたらなと思ってますので、コンさんがゲリクソチビリチビクリ人生、ゲリグソビチクリ人生、読みづらいな、ひらがなで一番読みづらいなこれ、ゲリグソビチクリ人生って何楽しかったです、はい、はい、来週も生放送ですので聞いてください、お願いします、はい、オーラ米軍基地のチケット名護公演のみ今、あ、そっか、はい、ファミリーマート e ポートさんで販売してますので、はい、他はもう完売しておりますから、はい、ぜひ名護公演見に来てください、よろしくお願いしま す, お願いします。以上キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ星に変わってお仕置きを、アーデュー。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。たくさんツイキャス嬉しいですね、盛り上げてくれましたけれども、はい、この後もまた大子さんがラジオありますので、はい、ぜひ引き続き聞いてください、はい、なんかまゆゆさんがなんかつぶやいてましたよ、ツイキャス、まゆゆさんなんか来てた、上かな、ライブがあるときは金曜、ああそっか、番組持ってますので告知しに来てください。今まで行ったことあるライブは世紀末と浜野奈美恵さんと平井堅さんと金ピラさん、すごいいいメンバーですね。好き好き、みんな好きですよ、はい、ありがとうございます。ぜひよろしく。ユーミンさんもありがとうございます、最後までありがとうございました、はい、いや、ななちゃんもありがとうございます、メール。あの、絵完成、ね、したら、ぜひ僕なんかまた後にメール送ってください。審査さんもアデュー。アデュー。アデュー。タッシャー。タッシャー。タッシャー。ありがとうございます。次番組があるので、はい、ちょっと一旦ツイキャス切りますね。この後見てください。